はい、どうもこんにちは、こんばんは、ひなたです。今日はですね、みんな大好き、私も大好き、じゃーん、グレールのハッピーバッグ秋バージョン開封していきたいと思います。はい、ということでね、今回もハッピーバッグが出たということで早速ポチりました。みんながね、今回すごくね早く教えてくれて、発売して2日とか1日経ってぐらいで買いました。何してるんですか、この子は。そう、そんで届いてからね2週間ぐらい経っちゃったのかな。でね、ちょっと開封するのが遅くなっちゃって、届いてから2週間ぐらい経っちゃったんですけれども、やっと開封していきたいと思います。うー、楽しみ。はい、ということで今回はですね、なんかねちょっとね重たいの、箱が。なぜかわかんない、秋服が入ってるからなのかな。夏服と比べるとやっぱり生地の量が違うから重たいのかなっていう感じで、今回はですねこんな感じのラインナップになってます。まあこれが絶対入ってるってわけじゃないんですけれども、まあこんな感じの秋服だったりとかが入ってるっていう感じでございます。楽しみ。で、今回もね M サイズを購入しました。さあ早速開けていきたいと思います。いつなんかこういうの開けたっけ、7月だっけ、忘れちゃったけど、あそうだ、ちょっとごめんなさい、なんで重たいか分かりました。私別で個人的にニットを買ってました。ブルーのニット、これの重さがあったからちょっと重たかったんですね。でプラスでじゃん、箱が入っておりました。ミステリーボックスみたいな、このこいつの中にこいつ入ってました。見て、結構はち切れそうな感じじゃない、やっと閉めました感がすごい。わざわざこのちっちゃいのに入れなくてもよかったのにっていう感じ。ということで早速開けたいと思います。今回はパンパン、私の気持ちもパンパン、膨れ上がりそうです。最近はずっと当たりなので、今回はどうでしょう、というか前髪切りすぎました。なんかさ、赤髪にしたくて、ブリーチあんまりしたくないじゃないですか、痛むから。そう、ブリーチしないで赤髪にしたらね、あんまり赤っぽくないです。まあ赤っぽいのかな、インナーは安定の紫なんだけど赤っぽくないね。次美容室行った時はブリーチしたいと思います。ということで早速開封していきたいと思います。まず1点目、せーの、じゃん。去年かな、一昨年かな、忘れちゃいましたけど、これ前にも出ました、同じ色、ブランケットです。ブランケットが出ました。はい、まあブランケットあってね損はないんですけれども、ブランケットか、お洋服が良かったななんて思っちゃってますけど、まあでも私ね寒いの苦手なんで、ブランケットはありがたいです。去年か一昨年出たこのね同じブランケットは猫ちゃんが使っております。ちょうどね今年使う用のブランケットがなかったので、ありがたく頂戴したいと思います。ありがたく頂戴したいと思いますっていうか、お金払ってるけどね。はい、ということで1個目でした。トップス、ボトムス、ワンピース、どれか欲しい、てかワンピースが欲しいな。はい、ということで2点目いきます。せーの、じゃん。なんだいこの薄い感じは。トップス？ねえ、これ超夏服だよね。タイトな黒のトップスです。え、これ完全に夏服だよね。え、待って、秋服のセレクションみたいなやつだよね、今回のって。写真では秋服ばっか載ってるんですけど、なんでかな？もうさすがにこれは着れないよ。寒いよ。そんな感じです。待って、ちょっと待ってくれよ。今回ちょっと、あれか？忘れか？発売されてすぐ買っちゃうのってあんま良くないのかな。なんか前も期間を空けて買ったんだけど、期間を空けて買った方がその季節に沿ったやつがね出てきてたから、ワンチャンちょっと早めに買いすぎた感ありましたかね。はい、ということでちょっとトイレ行ってきます。漏れそう。ただいま。ということで、3着目開封していきたいと思います。戻ってくる時にちょっとね見えちゃったんですよ。すっごい斬新なカラーでした。せーの、じゃーん、真緑。今回ちょっと外れ説あるな。わーお、すっごい見て、いやちょっと匂いがきつい、ツンとした、うわー匂いが。真緑のニットパーカーかなでございます。ちょっとショート丈になってます。まあ私緑、まあ好きですよ、好きだけど、なんかこういうね濃い系の暗めの緑だったりとかさ、そういう系が好きなんですよ。こんな鮮やかな緑初めてです。しかもさ、こんな鮮やかな緑着てる人見たことあります？私はありません。ちょっとこれ調べてみよう。ありました。なんとこれだけで1999円でございます。これ一箱の値段がこちらでございます。あ、でも緑着たら可愛いよ、意外と。白いパンツと合わせてみると可愛そう。私さ、これさ外に着ていったらちょっとなんかめっちゃ見られそう。まあいいでしょう。はい、ということで4つ目、早いですね。いきます、せーの、じゃん。あ、これはちょっとワンピースっぽいぞ。じゃーん、ワンピースじゃありませんでした、トップスです。調べたところちょっとなかったんですけれども、まあ可愛いトップス、秋っぽいね。手首はこんな感じになってて、腰のところがこんな感じになってる、可愛い。これは細めのデニムとかと合わせたら可愛いかな。可愛いじゃん、これはちょっと秋っぽくていいですね。ちょっと箱の中に入るの好きなんですよ、うちの猫。
はい、ということで早いものでラストでございます。はい、ちょっとどいてください、ここから貸して。じゃーん、こちらです。またまたトップスです。今回はボトムスは出ませんでした、残念。うわ、待って、マジか。かわいい、かわいい。こんな感じです。肩が開いてるリブニットトップスです。かわいい。まあでもちょっとね、首がね詰まってるっていうのがちょっと、あら、こっちだった、どっちが前だ、リボンが前でした。こんな感じ、私の系統とはちょっと全然違った感じなので着るのドキドキなんですけれども、はい、ということで以上、ハッピーバッグ開封でございました。まあ、こういう系統が好きな人からしたら、当たりだって思うかもしれないけど、私はどちらかというと、カジュアルっぽい。まあ、フリフリだとしても、こういうぐらい、このトップスぐらいのフリフリが好きなので、結構これもフリフリなんだけど、ちょっと合わないかなって思っちゃったんですけれども、ちょっと、せっかくなので、全部着てみたいと思います。はい、ということで、まず1着目、こちらのトップスでございます。今回さ、ちょっとトップスしか出てこなかったから、引きの画面じゃないんですけれども、まあこんな感じ。まあ、生地の薄さといい、これは完全に夏服でございます。これはちょっと、着るなら来年かな？でも結構ね、こういうピチッとした、ピチッとしてるほどではないけど、こういうね、トップス私好きなので、夏にね、着たいと思います。ちょっと今は寒いので。まあでもこれにカーディガンとか羽織ったらいいのかな？この首の V ネック具合もね、いい感じで、首が短い私からしたら高評価でございます。はい、ということで次着てみたいと思います。はい、ということで着てみました。結構匂いがきついので、ちょっとささっと終わりたいと思います。なんかさ、肩幅が広く見える気がするんだよね。なんかまだノリとかがついてるからなのかわかんないけど、まあでも可愛い、画面越しで見たら可愛いんですけど、下向くとね、結構緑って感じの主張が強い。あ、ちょっとなんか目が痛くなる。なんかあんまね、お洋服のこと悪く言いたくないんだけど、私的にはあんまり好きじゃないかもしれないですね。まあ着心地はいいですよ、暖かくてね、いい感じだと思うんですけれども、ショート丈ですね、こんな感じの。まあでもこれにデニムとか履いたらまた可愛いんじゃないのかなって思います。はい、ということで次。はい、ということで着てみました。このトップスはめちゃめちゃ可愛いし、すごく大人っぽく見える。ウエストこんな感じです。可愛くない？で、これにタイトなデニム履いたら絶対ね、大人っぽく見える。この胸元の空き具合もちょうどいいし、いい感じだわ、これ。これはちょっとリアルで着たいなって思う。このさ、腰のところのさ、フリルがめっちゃ可愛くない？ここゴム入ってるんですけれども、そんなきつくもなくてめっちゃいい。これ普通に言ってたらみんなに紹介したいぐらい、おすすめしたいぐらいめっちゃ可愛い。これ当たりでしたね。ということで次ラスト、着てみたいと思います。笑っちゃう。はい、ということでラスト着てみました。待って、笑っちゃいダメなんだけど、笑っちゃう。ちょっと待ってくれ。服自体すごく可愛いんだけど、私に似合ってなさすぎてヤバくない？待って、全然似合ってないんだけど、こんなことある？なんだろう、この肩のフリフリもダメだし、このちょっと肩が開いてるところの部分もダメだし、このリボンもちょっとね、私っぽくない。え、待って、すっごい可愛い子が着たらやっぱり可愛いんだよ。でも私みたいなこの顔のタイプには合わない気がする。どうです？え、じゃあ私のことを知らない体になってください、皆さん。私、日向ゆいのことをゼロ知りだっていう感じでね、思ってください。初めて見ます、この人の動画。この人がこれを着て、こうやって。ってやってたら似合うと思います？可愛いなって思いますか？であれば成功ですね。でも私のことをゼロ知りで初めてこの人の動画見ますってなって、これでこうやってたとして、あー、ちょっとこの人服似合ってないなって思ったら大失敗です。まあ個人的にね、こういうのあんま買わないので、ちょっと似合わないだろうなっていうのはちょっと予想してたんですけれども、あまりにも似合わなすぎてびっくりしてます。もうこれ黒とかだったらよかったのかな。黒だとしても多分似合わないですね。待って、やばい、こんなに似合わない服ってあるんだね。まあね、28年間生きてきて、この体と生きてきて、この思考と生きてきて、似合わない洋服とか、ちょっと好みじゃない洋服っていうのは大体わかるわけですよ。だけどこの好みじゃないとか似合わないであろうって洋服をポッと渡されて着てみたらこんな感じですよ。似合わないですね。残念でした。はい、ということでこの動画をこの洋服で締めるのはちょっと恥ずかしいんですけれども、締めたいと思います。はい、ということで今回はグレールのハッピーバッグ1999円のやつ開封しました。いかがでしたでしょうか。いやー、ちょっとこれさ、赤
カシューシャつけたらちょっとマシじゃない？はい、ということでいかがでしたでしょうか。今までたくさんね、この10個以上買ってきたかな、10個も買ってないかな、忘れちゃったけど、多分10個買ったか、買ってきたんですけれども、今までの中で申し訳ないんですけれども、一番ハズレだった気がします。前こういうこともありますよね。1個前が結構良すぎだと思う。私の記憶によるといいものしか出てなかったから、ちょっとそれのね、罰というか、前回当たりだったから今回はちょっとネタ枠でやってあげようみたいなね、グレールさんが入れてくれたのかな、わかんないですけれども、ちょっと申し訳ないんですけども、私はねこれはちょっとかなっていう感じですね。ちょっとね今回ねリベンジしたい、リベンジハッピーバッグ見たいよっていう方いましたら、ぜひよかったらコメントをしてくれたら、そのコメントがね多かったらリベンジのちょっと買ってみたいなって思います。ということで以上今日の動画でございました。ちょっと画面見ると笑っちゃうんだよな。はい、ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。